中はこんな感じ。こんにちは、ゴンタスキッチン、ゴンタです。 Welcome back to ゴンタスキッチン。やっへー、富士宮に来ました。今日はこの富士宮焼きそば、現地に来て食べて、それで再現してみたいと思います。撮影許可いただいたんでね、中行って食べていきましょう。富士宮焼きそば学会認定のお店ですからね。今日は天気も良くて良かったですね。よし、行ってみよう。しぐれお好み焼き、中に、ね、焼きそばが入ってる。これを食べに来ました。めっちゃうまそう、すごい柔らかい。なんとか再現できそうなんでね、味もしっかり覚えていきたいと思いますよ。再現してみたいと思います。おはようございます。というわけで昨日行ってきました。昨日食べたのはね、しぐれ焼き。しっかりね、味と作り方見てね、覚えてきました。本場富士宮のね、しぐれ焼きを作っていきたいと思います。早速やってみよう。 Let's get started。 まずはね、材料の紹介なんですけど、肉かすはね、またね、例によって私自分で作ります。というわけでね、これはね、豚こまのちょっとね、油の多いところだね。あとはもやし、キャベツね、まあちょっと小さく切ったもの。というわけで、まずね、下準備として、この豚こま量は後でね、また概要欄にちょっとね、書いときます。ちょっとここに見えてるもの全部は使わないんでね、小さめのサイズに。豚こまのこの油が多いところね、これを使ってラードも一緒に作っちゃうんでね。よし、まずこれで肉かすを作ろう。弱火でずっとじっくり、中火ぐらいでね、やって、今3、4分経ったかな。だいぶ肉が縮んで油がね、出てきました。そうするとここにラードが残ります。ちょっとだけ拭き取ろうか。で、肉かすが出来上がりました。こんな感じ。これがね、香ばしさと美味しさがね、旨味が残った脂身の部分ね、これが富士宮焼きそば。よし、この辺で火を止めときましょう。実際の現場ではね、鉄板の上でこっちで生地を作りながらここでやってた。よし、やるぞ。これは中火でいこう。とりあえず中火、まずで、もやし、ちょこっとだけネギ、紅生姜もこうやってのせてた。肉かすものせてた。肉かすがあるから、これ豚バラいらねえな。全部入れちゃうか。肉いっぱい、ちょこっとだけ塩入れてた気がする。味の素も多分ちょこっと入れたと思う。今日この焼きそば、焼きそばもこうやって上にのせちゃってた。うん、あの香りがしてきた。で、ここで水を入れるんだけど、多分ね、キャベツとかから結構水分が出てる場合、そんなに入れなくていいと思うんだよ。で、ここで強火にしてね、結構こんな感じ、 50cc ぐらい。現場では結構ドワーって水入れて、ブワーって水蒸気で蒸すような感じだったけど、焼きそばソースもかけちゃって、ここは強火、水蒸気でこう焼きそばを蒸しちゃう。うん、 OK。 まあいいや、全部入れちゃうか。ここからがね、一番難しい。これを返さなきゃならないんだよ。よし、卵はね、もうここで割っちゃっていい。ちょっとこう割って、よし、いってみるか。これを失敗したら今までの苦労が水の泡。よし、いくぞ、いくぞ。ちょっと待った、大丈夫かな、後ろね。あ、ちょうどいいね。いくぞ、せーの、よいしょ。よし、いい香り。このね、しぐれ焼きはね、割とふわっとしてたんだけど、俺はちょっとモダン焼きの要素を加えて、焼きそばがね、カリッと焦げるようにしたいなぁと思ってやってます。もうね、卵もできて、多分中で半熟になってると思うんで、もうこの時点でね、 OK。
い、というわけでしぐれ焼きの完成です。これね、広島風焼きそばとはちょっと違うんだけど、焼きそばを最後にお好み焼きっぽくしちゃったみたいな感じでね、富士宮焼きそばでしっかりもちっとしたね感じを残したしぐれ焼きですね。これがあのね、めちゃくちゃいい香りがするんで、さっきから。じゃあ早速いただいてみたいと思います。中がこんな感じです。中はこんな感じ。あのね、めちゃくちゃいい香りがする。ちょ、香ばしすぎる。これまずこの一番形のいいところから。これはね、ちょっと生地が俺もちっとさせすぎたな。もう食べるときはもうこんな感じだったね。うわあ、あっ、こ焼きそばの焦げたところが肉かすか、カリッと、あっ、焼きそばと下でちょっと焦げたこのお好み焼きの両方をいいとこ取りしてる感じ。これがね、食べたかったんだよ俺ずっと。昨日もいっぱい食べたんだけどね、この焼きそばを入れたかったんだよね。で、焼きそばがこの焼ける感じを一緒に食べたかった。これお弁当にするか、残りは。うん、これまた後でね、いっぱい作るか。